室の竹下敦です、今日はね、お茶の水でお買い物してきたものをちょっとご紹介したいと思います。じゃじゃーん、ゲージはいいんだ、くる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 これ欲しかったんですよ。これ弦交換の時にね、ペグにカチッと刺してこれグル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 ってやるんですよ。で、今日ね、弦をね、弦って、一般的にはね 0.9 っていう09っていうのを使うんですけど、私はちょっと太い弦を使ってるんです。10っていう。で、10にしますか09にしますかって聞かれたんで、まあ、いつも通り10でお願いしますって言ったら、あ、わかりましたって言って、で、まあどうしましょう、ちょっと今回多めに巻きましょうかみたいな感じで、てか、まあちょっと一旦もう一回牛村さんのね基準値にしていただけませんかって言ったら、じゃあちょっとまず測定しましょうってね、測定する、こう昔ながらの定規ですよ。で、測っていただいたら、コンマ1ミリ、一弦眼が低いですねと。ちょっと一弦がきつくないですかっていうか、まあ、確かに一弦がきついんですよって言ったら、まあこれご自分でね、調整したにしてはまあまあ、いい感じなんで、じゃちょっと一弦眼上げてみましょうかって、こう、ピピッて上げて、どうですかっていうのが、これはもう全然いいですねってね。で、これを使ってね、こうぐるぐる、これ使っていいですかって言うから、あ、どうぞって言ったら、いや、やっぱりヴィンテージのね、ギターなんかだと、ペグがね、やっぱり速い回転で回すと、痛むんで、このゲージワインダー使うことを使ったらバーンってやられたりするんですよって、やっぱりこう手で回せばほらって言われたりするんですよねっていうかまあさすがだなと思いまして、私もね、機械で回すのはね、まあ、正直言って好きじゃないです。ちょっと失礼かなと思います。お金取ってね、作業するにあたって機械でね、ウィーンっていうのは、でペグっていうのはね、ギュッて締めたところで大体決まりがあるわけですよ。グッて大体、まあこのギターだったらちょっと G3弦 G なんです。 G に癖があって、前のオーナーの方が多分合わせるところっていうのは手の感覚で分かるわけです。あ、ここだったなっていう、そこはちょっとこう硬くなってるわけですよ。前のオーナーがどれぐらいの高さでチューニングしてたかっていうのはね、大体分かるんです。で、これは、1970年製の、ヤマハのギターなんですけど、前の方はおそらく、ね、440よりちょっと低くチューニングされてたんですね。そこのところの、そのキュッて硬くなるところに合わせると楽器全体が綺麗になるわけです。それをね、機械でね、ぐるぐるぐるって回しちゃうっていうのは、ちょっと楽器に対して、私の感覚ではね、楽器に対して無礼だと思うんですが、ただまあ一般的にはね、こう機械で回すショップがほとんどだと思います。だから機械で回すことに対してね、悪いとは言いません。ただもし私がね、人様の楽器を手にして、まあ、回すのであれば、やっぱりこれで回すかな。仕事なんでね、全部手でやってたら、それ手疲れちゃいますから、それはやっぱりできないです。ただまあお金取るんだったらこれかなっていうふうに思ってて、でまあ、ユーソンで市川さんが
これ使っていいですかっておっしゃるんで、あどうぞ使ってくださいって、まあ、これでね丁寧にこう押さえながらねこうくるくるくるって巻くんですよ。これ欲しくなっちゃって前から欲しかったんで、今日ちょっとあのお金に余裕があるから、あのおすすめの一通りあの小物買ってきました。